こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はヴィンテージタクシーをチェックします。それでは早速行ってみましょう。つい先日、こちらのセット画像が SNS でリークしました。40532ヴィンテージタクシーというセット名で163ピースになっています。いやーかっこいいですよね。黒い車体に黄色いドアのヴィンテージタクシーとゴミ箱が付属した歩道のあるタクシー乗り場になりますかね。あとはドーナツを持ったおそらくタクシー運転手ですよね。そのミニフィグが付属しています。もちろんタクシー自体もミニフィグサイズのモデルになっているので、このように運転席にミニフィグを乗せることもできますし、この画像を見る限りですと、後部座席のスペースもちゃんとありそうなので、運転席の後ろにもミニフィグを乗せることができそうなので、これはめちゃくちゃ嬉しいですよね。見た瞬間に鳥肌立ちましたし、絶対これ買うでしょう。価格はいくら？いつ発売って思ったんですが、こちらのセットは一般販売されるものではなくて、購入者特典の非売品セットになるようです。まだレゴ公式からの正式発表はないんですが、アメリカでは2022年の1月28日から200ドル以上購入のユーザーを対象に配布されるだろうということです。そしておそらく日本でもレゴ公式オンラインストアやレゴストアなどで同じく1月28日から購入価格はおそらく2万2000円前後を対象にしてくるのかなと予想しています。ちょうど2021年の8月にこちらのヨットの冒険というセットが購入者特典として配布された時もアメリカでは200ドル以上、日本では2万2000円以上を対象としていたので、今回も同じような条件になるのかなとは思っています。早い時期にレゴ公式から発表はあると思いますので、皆さんアンテナ張っておきましょう。そして以前にも今回のような古い時代の車をモデルにした購入者特典が配布されたんですが、有名なセットだとこの2つになると思います。ヴィンテージカーとホットロットというセットになりますね。今現在 Amazon や Yahoo ショッピング、メルカリなどで価格を見てみると、5000円から8000円で取引されているので、ほんと毎度人気が出る購入者特典のセットになっているので、今回も同じくね、めちゃくちゃ人気は出ると思います。そしてもちろんなんですが、毎回先着順になるので、あっという間になくなることも今までよくありました。価格が大きめのセットや、この時期にまとめてレゴを買う予定の方はぜひ一緒にこの購入者特典をもらうチャンスなので、この機会にゲットしちゃいましょう。ちなみに僕はまだ2022年のモジュラービルディングシリーズのブティックホテルを買っていないので、この機会に購入して、このめちゃくちゃかっこいいヴィンテージタクシーを手に入れちゃおうかなと思ってます。しかもこの画像を見ると、大人レゴのパッケージではおなじみのこの帯の色がですね、なんとブティックホテルと同じ色なんですよね。これ一緒に飾ってくれよっていうサインですよね。いや、めちゃくちゃ欲しいなと思ってきちゃってるんですが、おそらく今回も争奪戦になってしまうかもなので、手に入れられたら嬉しいです。あと最後になりますが、まだレゴ公式からの正式発表は出ていないので、本当に発売されるのか、購入者特典になるのかはわからない状態です。そこはあらかじめご注意ください。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。